クロス・なるみは、日本の女子近代五種選手。茨城県下妻市出身。東海東京証券株式会社所属。父のクロス・秀樹も、同じく近代五種選手。下妻市立ア妻小学校の1年生時より、水泳を行っていたが6年時より、父親の影響で、近代五種を始めた。下妻市立下妻中学校在籍時の2006年に、 アジア選手権で5位入賞を果たす。筑波修英高等学校在学中であった、北京オリンピックの予選である2007年のアジア選手権は、東京の馬事公園で開催されることから重投法の問題により出場が危ぶまれたものの、父、秀樹の奔走により、特例で出場が決まった。だが、馬術競技で時間切れとなるなど16位に終わり、 日本上始発のオリンピック近代五種競技出場は、ならなかった。2011年3月、実家があり、練習拠点だった下妻市の施設が、東日本大震災で被災した。以前から顔見知りだった、僕選手地が施設の提供を申し入れた。急遽不山に飛んだクロスは、トレーニングに集中することができ、同年5月のアジアオセアニア選手権で6位入賞を。 果たし、山中歌野と共に、日本人としては初めて、女子近代五種でのロンドンオリンピック出場権を獲得した。2012年のロンドンオリンピックでは、馬術での落馬などの困難を乗り越えて、完走、完走した選手の中では最下位となる34位で、あったが、五輪最後の種目の最終ゴールを切った選手として、大声援を浴びた。ゴール後には、私にとっての勝利は、 今、私がここにいること、そのものです。みんなに、決して諦めない心を伝えられたらと思いますというコメントを残した。ありがとうございます。